黒坊主は明治時代の東京に現れたという妖怪、または熊野の民は江戸時代の鬼談集、三州鬼談』などに登場する妖怪。黒い坊主姿の妖怪とされる。郵便放置新聞第663号神田で女性を襲った黒坊主のことが報じられている。郵便放置新聞第663号の記事によれば東京都の神田の人家の寝室に 毎晩のように現れ、眠っている女性の寝息を吸ったり口を舐めたりしたとある。その生臭さは病気になるのではと思えるほど到底耐え難いものであったため我慢できずに親類の家に逃れると、その晩は黒坊主は現れず、元の家に帰るとやはり黒坊主が現れるというありさまだったが、いつしかその話も聞かれなくなったことから、 妖怪は消滅してしまったものと見られている。この東京の黒坊主の姿は、その名の通り黒い坊主姿とも、人間の目にはおぼろげに映るためにはっきりとはわからないとも言う。口だけの妖怪ともいい、そのことからのっぺら坊の一種とする説もある。文献によっては、東北地方の妖怪とされているが、これは民族学者藤沢森彦の妖怪画団全集で、 前述の郵便放置新聞の差し絵が掲載され、その下に解説文として、夜人の寝息を吸い口を点る、黒坊主、欧州の産地と記述されたことによる誤解と指摘されている。また、熊野の七川では、山中で人間を襲う、真っ黒な怪物を黒坊主と呼び、あるものが出会った際には、背丈が3倍ほどに伸び、銃で撃つとそのたび水が伸びて何畳もの怪物と化し、 逃げ去る時には飛ぶような速さで逃げ去ったという。同様に背の伸びる妖怪、孔坊主の一種とされている。同様に、三周祈団には、石川県のみ軍の長田川のそばに、目鼻や手足の区別のわからない黒坊主が現れて伸び上がり、ある人が杖でつくと、川へ逃げ去ったとあり、正体は川嘘とも言われた。これらのほか大乳道や、 海坊主などの妖怪の別名として、黒坊主の名が用いられることもある。ありがとうございます。